どうも、竹下映画ですが、どうも、息子大河ですが、また緊急事態宣言入ってしまいましたね。で、週末どこも遊び行けないんで、娘タイガーさん今日何しますか？お絵かき大会。まあ正確にはね、あのお絵かき伝言ゲームをしてみたいと思います。私が描いた絵を娘タイガーが絵に起こして、その絵が息子に伝わるかどうかという流れでやっていきたいと思います。36歳、3歳、10歳のリレーでやっていきたいと思います。さあ、それではお絵かき伝言ゲーム、いってみましょう。はい、はい、ではまず第1問やっていきたいと思います。まずは簡単なところでね、これ子供にもねおなじみのキャラクターでございます。比較的簡単な図形で描かれておりますので、3歳でも描けると思うんですよね。はい、では早速娘タイガー呼び込んでいきたいと思います。はい、座ってください。この式、うん、これを書いてもらいたいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあどうぞ書いてください。ほーら、恐れないで、6を書いたら6、いい、いい、6を書く、その中にいいを書いて、さらにいい書いて、P を書いたら忘れずに口書く、そう、最後に白目を書いて完成。アンパンマン。はい、うん、いいんじゃないでしょうか。じゃあ、はい、これをカメラに映しながら答えて。これはアンパンマンです。ピポピポピポ、アンパンマンです。まあね、特徴捉えてちゃんと書けてるよね。次、ちょっと難易度上げてみたいと思います。はい、じゃあ準備します。はい、レベル2はじゃじゃん、あんまりうまく書けてないですけど、わかりますよね、皆さんね。娘は知らないと思います、このキャラクター。で、息子は知ってると思います。さあ、うまく伝えることができるでしょうか。うん、これやって。丸を書いたら一呼吸置いて、二呼吸置いて、そしたら白目を。初めて書きますからね。書いたら次は線を。一本、二本、三本書き足す。真ん中に六を。書いたら右にレモン、左にもレモンチャラ、へっちゃら、頭に石が落ちてもへのへのカッパ、やばい、血が出る、思ってたより血が吹き出して、キャー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 、フリーザー。 OK、 こんな感じ。まあ並べてみればなんとなく。じゃあ答え合わせしてもらいましょう。はい、いいよ。え、結構うまい。こう、これ、はい、じゃあ答えをどうぞ。ゴンジローのキャラクターのおじいちゃん。ゴンジローのキャラクターのおじいさん、よくわかりません。答えはこちら。じゃじゃん。何も見てないじゃん。いやこの頭のなんかこの漢字とかさ、一生懸命書いたじゃん、ほら。答えはフリーザでした。正解。わかるわけない。問題はこちら。ババン。初めて書いたけど、かなりうまく書けたんじゃないでしょうか。さあ、書いてもらいましょう。ね、この人知ってる？え、知ってない。線を払って縦にも引いて、ね、T の字を書いてみたはいいけど、両サイドに線を引っ張ってみてバランス取ってみたんだ。 T の上に餅を置いて弱火でじっくり炙ってみたのはいいんだけれども、のんびりしすぎて煙がもくもく出ちゃったよ。
のび太のメガネを真ん中につけてぐじゃぐじゃにして五条悟なんだ。できた。できた？よし、これは難易度ウルトラだ。さあ、当てられるでしょうか。想像を研ぎ澄ましてください。わかんない。ヒントとかあり？ヒントはだから今大人気アニメ。鬼滅ではないと思うんだよな。いや、こんなん意外。ぼちぼち答え出しましょうか。はい、はい、どうぞ。これはポケモンです。ポケモンの何の、あのなんか上に口。惜しい。答えはじゃじゃん、五条悟でした。このなんか洋服の感じを一生懸命頑張って描いたなっていうところと、あとこの目のグリグリっていうところをちょっと頑張って描いたかなって、そんな感じですね。最後はちょっと皆さんにも問題楽しんでいただければなと思いますので、娘タイガーが描いた絵を皆さんも考えていただいて最後終わりにしたいと思います。じゃあ頑張って描いてみてください。はい、できました。お分かりになるでしょうか。このキャラクター、あの有名漫画のです。さあ、最後答え合わせをしてもらいましょう。ヒントは師匠です。師匠？じゃあもうスーパーヒントね。ドラゴンボールのキャラクターです。師匠でドラゴンボールのキャラクターで、この絵の人です。もうこれ以上でもヒント出しちゃうとな。メガネ？サングラス？サングラスのハゲのおじいちゃん。正解！答えは亀仙人無天老師でした。この子はピカソを見る目がありますな、きっと。ということでね、こんな感じで世の中コロナウイルスがね、ちょっと緊急事態宣言とかでお家にいなきゃいけないですけども、まあお家でも皆さんこんな感じで楽しんでみてください。ゴールデンウィーク各々頑張って楽しみましょうね。ご視聴ありがとうございました。